皆さんこんにちは、ウォッチ買取応援団です。本日はロンジンアワーアングルウォッチリンドバーグ5230628の実機レビューをお送りしていきます。ロンジンというブランドが冒険ウォッチの実績を積んでいた20世紀初期、一人のアメリカ人飛行士の依頼から誕生した航空ウォッチ。リンドバーグというモデル名はその飛行士の名前チャールズ・オーガスタス・リンドバーグから取ったものです。世界初大西洋単独無着陸飛行を成し遂げた偉人の名前を冠した時計。他のどの時計にも同じようなものがないユニークな機構デザインにもぜひ注目してご覧ください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、では早速機能面から見ていきます。基本機能はセンター三振、搭載される機械は汎用機エタ 28K をベースにした小型機キャリバー 628.1、 日付表示はありません。リューズでの操作は長針の調整に加え、文字盤中央の円盤を回転させることもできます。これは秒単位での時刻合わせの際、文字盤側を回転させることで1秒単位での調整が容易にできるというもの。逆転の発想が面白いですね。また両方向に回転するベゼルは何やら見慣れない数列が、実はこれがアワーアングルウォッチと呼ばれるゆえんの部分で、経度を測るための装備です。 GPS などまだなかった時代、見渡す限り海という長距離飛行において時期の正確な位置を知るためには、このアワーアングル機能を使って導き出す経度、そして6分儀というツールを使って導き出す緯度、この2つをいかに手早く知れるかが飛行チャレンジ成功の鍵でした。リンドバーグという時計ですが、リンドバーグ本人が使用した初代は 47.5mm 系と超大判でした。このサイズが登場したのは1937年の第2世代から、一般ユーザーからの需要に応え、当時一般的だったメンズウォッチのサイズに変更されました。続いて外装デザインです。ケースは18金イエローゴールド製、サイズはラグを含む縦が 43mm、 リューズを含めない横幅が 34mm です。横から見るとミドルケースに丸い裏蓋が食い込んだような形状。防水性能は5気圧です。ベゼル部分は2段になっており、操作の時指がかかりやすいよう配慮されています。リューズもいかにもパイロットウォッチらしいオニオン型、ラグもスポーツモデルらしくしっかりした作り。この撮影個体ベルトはかなり短いものが使われてました。ん？もしかしてこれレディースウォッチなのかな。サイズ感ご参考まで、私手首周り 16.5 センチでございます。ベルトが短い以外デザイン的には全く違和感がないので、おそらくメンズモデルだとは思うんですけど、男女どちらでもつけられると思います。ゴールド素材のスポーツウォッチというと派手派手しい印象なものが多い、しかしこのサイズ感だとどうでしょう。とてもクラシカルで上品に映りますよね。一見ヴィンテージウォッチかと思わせる雰囲気がありますが、実は2005年頃の製造モデル、そこまで古くないので取り扱いが難しくない点もいいですね。以上、本日はロンジンアワーアングルウォッチリンドバーグ5230628の実機レビューをお送りしました。廃盤モデルのため購入の際は中古市場でのみ探すことができますが、正直なかなか見つからないと思います。見つかりさえすれば販売価格は40万円前後とゴールドウォッチにしてはお手頃なので、海外のマーケットプレイス等もぜひ探してみてください。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。